米沢市で特産の紅花を PR するイベントが開かれました。今年で4回目を迎えた最上川源流米沢紅花祭り、米沢市の夏を彩るイベントです。紅花の栽培が盛んなここ山上地区ではステージパフォーマンスをはじめ、地元の高校生が開発した紅花スイーツを楽しめる屋台、染め物などの伝統工芸を体験できるブースもあり、人気を集めていました。またおよそ350アールの紅花畑では写真撮影会が開かれました。こちらにも多くの写真愛好家が訪れ、色鮮やかな花と畑のそばを走る山形新幹線の共演を写真に収めていました。